演武開演。どうも、本日は丸半日露の煽り炒めの焼き豚チャーハンを食べたいと思います。すでに温めています。醤油風味の香ばしい香りがしてきます。では、いただきます。たっぷり火が通っていて香ばしいですね。焼き豚のために作られたであろうタレがご飯に合う。卵にもうまく絡んでいて、噛みしめると醤油の香ばしい香りが口の中に広がり、とっても美味しいです。お肉も焼き豚も小さいけれども非常に存在感があります。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。